ですか。はい、どうぞ。はい、ではフォトスポットファインダーの使い方を説明したいと思います。よろしくお願いします。こちらがタブレットになっています。でこちら側に測定するものが今入っていまして、ちょっとよろしいでしょうか。これが GPS ですね。これこっち側を上になるように動きます。それからよいしょ、一旦出しちゃいますね。はい、最大に高価な浜松フォトトニクスでしたっけ、うん、フォトニクスでしたっけが作っているそのセンサーで、ここで測るようになっています。そしてこれが先ほど言いました GPS で、これが無線で飛ばす Bluetooth の送信機です。あ、無線機ね。はい、でこれが単純にこれのこっち側のバッテリーです。でバッテリーはここに穴2つあるんですけれど、どちらに挿していただいても結構です。今Android と Apple って書いてあるんですが、 Android の方がいっぱい電圧が高くなっても大丈夫ってなってるので、こっち挿してます。充電するときはこのちっちゃいのを使うんですけれど、でこれしまいます。でここが衝撃に弱いので、ここぶつけないようにですね、こうもう測定で持って歩くときなんかで、これこの下に向けて入れます。当然ですけど地面に向けるんです。そうですね、横向いてると値が変わっちゃいますので、はい、紙を噛んでやってるんだよね。うん、おっしゃる通りです。でこちら側のスイッチっていうのは特になくて、このバッテリーから USB ケーブルで出したこれをこの無線のモジュールのここにプチュッと挿すことで通電します。緑色のランプがつきます。はい、今中になので逆にこれ終わった後にこれ抜くのを忘れずに、はい、このバッテリー、ね、このバッテリー充電するのに時間かかるので、はい、8時間ぐらいかかりますから、はい、すごく悲しい思いをします。放電されているとその日一日できないので。でもあれですよね、バッテリーを3つぐらいお持ちなんですよね。これをこちら側の追加でバッテリーを購入されてやっていらっしゃるので、2つね、昨日もらったんです。でこっち側これで電源入りました。でこちら側のタブレットの電源を入れます。タブレットの電源はこう見てここのシルバーのボタンです。スイッチ入れました。そうしましたらここにあるワイヤレス測定、はい、このボタンを押します。ワイヤレス測定、ね、はい、で接続を押します。そうするとここにもう一回この窓が出てきますね。これもう一回接続をします。でこのコムポートっていうのが3とか4とかあるんですけれど、はい、どれがヒットするかは分かりません。多分でも多分4です。この場合はですね。であればあれなんですけど、接続成功。これちょっと今屋内なのであれなんですけど、ちょうど今もうお待ちになったんでしょうね。GDP それとも GPS？ GDP は景気の話になってくる。いい接続ね、それ。はい。待って。でこの GPS の接続に時間のかかる場合がまあ、あります。これ今点滅してないってことは拾いに行っていないですから、点滅してれば拾
拾うと思うんですけれど、これじゃ拾えないの、ちょっと室内だから。松久さんにここの店番をしていただいている間に、はい、3人だけちょっと外行ってきてもいいですか。松木さんはこれ何度もご覧になっているところなので、はい、じゃあ待ちしておりました。